アンティークコインチャンネルで、自己紹介、はい、あのルビキタスの編集長やっております永竹ひろゆきです。あの通称ヒロ、はい、ヒロさん、ヒロです。私は、半分イタリア人でして、いろいろ歴史すごい研究これまでもしてきて、まあ、8年ぐらいラグジュアリーマガジンの副編集長をやりながら、まあ、いろいろ古代ローマとかを中心に歴史の方の記事も書かさせていただいてきました。いつもの、はい、あのユニバーサルコインズセールスバイヤー村田裕人でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、今日はアレキサンダーをテーマにちょっと手短に、はい、やってみたいと思います。手短にできますか？手短に難しいんだけど、はい、前あのそれこそ代表の西村とムービールビキタスで1本撮ってるんですけど、それ1時間ぐらいに編集したんですけど、多分撮ったのは2時間ぐらいだった。ああ、そうですか。細かくはそっちをまあ見てもらえれば、あのルビキタスの方でも見れるんですけども、ざっくりアレキサンダーっていうとどんなイメージですか？やっぱカリスマですよね。カリスマ、まあ、アレキサンダーってもう本当に年代で言うとそもそも2350年前、うん、日本でいうと弥生時代とか、もう歴史がまだない、想像の世界で語るしかできないぐらい昔の話にもかかわらず、ものすごい資料がたくさん残っていて、その当時でも何十万冊っていうものがもう大学まであって、でこう学問がすごい発達してた、すっごい昔なんだけどものすごい進んでたっていう不思議な時代なんですよね、アレキサンダーが生きてた時代って。で、まあ、確かにカリスマでものすごい帝国を築いた、しかも30代で死んじゃうんですけど、本当に13年間しか王として在位してなかったにもかかわらず、その短期間でそのマケドニアっていうすごい小さい国ではあったんですけどが、まあ、把握してた全世界、まあ、ほとんどインドの方までしかあの把握情報がなかったので、その把握してた情報がある限りの全世界を、まあ、ほぼ全て10年ちょっとで征服しました、ね、征服しましたっていうことが、うん、一体どういうことなの、なんかそのありえなくない、それ伝説でしょとか、すごい昔だし嘘なんでしょみたいな、その天皇の神話みたいに天孫降臨みたいな、なんかカリスマ的な、なんか誰かが作った英雄伝みたいなストーリーなんでしょって思うぐらい古いんですけど、実はそうではなくて、すごい証拠がたくさん残ってて本当のことだった。じゃあなんでそんなことができたのっていうことの一番重要なのは、やっぱり当時の哲学すごい進んでたんですよね。ギリシャ哲学って今でも大学で勉強したりするじゃないですか、はい、まあ有名なのソクラテス、プラトン、アリストテレス、これ3代違う時代なんですけど、ソクラテスが一番古くて、まあ、その次にプラトンがあって、でアリストテレスが最後に来る、まあ、これこの間3代なんで100年ぐらい哲学を極めて、もうどん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 醸成していって、もう本当に今でも大学4年間学んでも、なんじゃ俺めっちゃむずいなみたいな、どういうことっていうぐらい複雑なその哲学の体系、まあ、哲学だけじゃなくてアリストテレスなんかも自然科学も数学も、もう天文学も全部、それこそ経済学からあの政治学まで全部の学問をまとめ上げる、もう大天才、知の集約みたいな人なんですけど、まあ、そういうふうにこうすごいこう学問が非常に進んでったっていうところが、当時の他の世界とは全く異なる部分なんですよね。なんでそれがすごい重要かっていうと、あのアレキサンダーってものすごいあの血筋、もう生まれた時から王になるって決まってる人だから、王子なんでものすごい恵まれてる人ではあるんだけど、そこにアリストテレスっていうすっごい大先生が徹底的に教育を施したっていうことが、普通の王とは全然違う部分なんですよね。このね、アリストテレスのこの知の集約を持った人が王子を教育することによって、全然違う人間にアレキサンダーがこう成長していった。子供の頃からエリート教育だったんですかね。アリストテレスが本格的に彼の専属になるみたいなのは13歳からですね、13歳から16歳、今でいうと要するに中高のまあ一番重要な時期、だんだん高等教育って呼ばれる、要するにだんだん難しくなっていく。小学校の頃はもちろんエリート教育をされてきたと思うんですけど、まあ、のびのびとやってきたとは思うんですけど、中学校ぐらいになって13歳っていう、そのもうある程度頭がこう覚醒してくる頃、
になって勉強がガッてできるようになる頃に、徹底的に善とは何かっていう、要するに善悪を何かっていうことを教え込むんです。要するに倫理みたいな、そのアリストテレスの善悪っていうのは面白くって、例えばその普通善悪って道徳って何を学ぶかって言ったら、人殺しちゃダメだよとか、うん、盗んじゃダメだよとか、騙しちゃダメだよとかっていうことだと思うんですけど、アリストテレスが教えた善悪はそのバランスを取ることだったんですよね。バランス、バランス、要するにきついっていうことと楽っていうものがあったとすると、普通はきついのは選ばないで楽な方向に行くじゃないですか。でこれ、まあ、別に悪いことじゃないと思うんですよね。ところがそのアリストテレスが言ってた善っていうのは、そのバランスがこういうふうになってて、このきつい側にちょっと、楽よりもきついっていう側に少し重心があって、そっち側に重心を取ったバランスでいることが善みたいなことを言うんですよ。しかもこれが100年かけて築き上げられた哲学のこう集大成 の、 そのなんか極めに極めた最終結論なんで、アレキサンダーはそうなんだってこう本当に腑に落ちた感じで、中学校の時にそっか、きつい側であることが善なんだみたいなことをこう受け止めるんですよね。だからすごい鍛錬もきつい側で、もう筋トレも何もその何か一つのこう訓練をとっても、こう学問への勉強をとっても、全部ちょっときつい側にバランスをとっていったことによって、本当にスーパーエリートになっていくっていうか、今で言うともうその大谷翔平クラスのパワーがあって、ノーベル賞を取れるぐらいの学者の知識もあってみたいな、スーパー大学生みたいなのが誕生して、それがまさかの王子だって、王子っていう立場っていう状態に奇跡的になっちゃったんですよ。王家の中に天才が生まれて、それを徹底的に、その当時一番すごい学問の権威が徹底的にワンツーマンで教えてったっていう結果として、アレキサンダーは知能レベルがものすごい高かった、それからこう精神性もすごい高かったっていうところが、まあ、アレキサンダーのすごいところで、それがまあアレキサンダー以降の世界をまあすごい変えていった。だからアレキサンダーって、それ以降それこそローマ帝国にそれが引き継がれて、そのままキリスト教に引き継がれて、でナポレオンがいて、今大英帝国もあって、今のアメリカ帝国っていうものも全部そのアレキサンダーから始まった流れなんですよね。でそのアレキサンダーからつながってる一つの DNA なんだけど、いまだにアレキサンダーをこう超えた、あるいは近づけた英雄っていうのがいないんですよ。いないアレキサンダーだって一回も負けてないですよね、戦争。負けました一回。いや、一回も負けてないですね。負けてないですよね。はい、撤退は最後しましたよ、あの部下からもう、まあ、あれはね、もう内部のもう無理ですって言われて、うん、でそれもまあ善をなすっていう目的のために撤退はしたんだけど、うん、インド行き過ぎってことで、それはバランスをこうはみ出してるっていうことで、はいはいはい、きつい側も限界があって、きつい側ある程度きついを超えてしまうと、うん、サドンデスが待ってるんでそこにならないようにっても言うのも大事なことなんで、そこにバランスするために、まあ自分からこうここまでにしようって言って撤退はした。だけど基本的に全て自分の思い通りに成功した人なんですよね。ですよね、はい、あとはね、もうね、まあ短いっていうのもあるんですけど、うん、まあそのやってきたことが、その結果がすごすぎて、そうですね、その短い時間でここまでのことってそうそうやれないですよね。あのずっと遠征してるけど、その遠征先から常に本土のアリストテレスにその情報を送って、あの新しい植物とか新しいあの動物がいたらそれをこう本土に送って地の集約に役立ててったりとか、あとその征服してった、その戦争に勝つだけじゃなくて、勝ったらバイバイじゃなくて、戦争に勝ったら勝ったでそこの地を治めるのにものすごいこう丁寧なんですよね。先々をきちんとその住民たちのことを考えて、一番ベストな方法でそこに合う政治システム、インフラを整えてみんなを幸せにしていく。で要するにアレキサンダーに負けた国がもう全部幸せになっちゃってる。征服された後の方がより良い生活がみんなできるようになってってるっていう事実がこうあって、それによってアレキサンダーはその
征服された側の国でも神格化されてるわけですよ。それがちょっと違うんですよね、他のところとは。エジプトとかでまだそうですよね。そうなんですよ、エジプト、まあ、アレキサンダーはファラオになってるんで、ね、うん、その後プレトレマイオス朝の、うん、まあ、始祖として、うん、あのエジプトがローマ帝国に滅ぼされるまでずっとアレキサンダーの朝廷がずっと続くんですけど、本来なら敵国じゃないですか、滅ぼされたわけじゃないですかマケドニアの王に。にもかかわらずその後ずっと300年400年ぐらいをずっとこうアレキサンダー大王万歳みたいな感じで崇拝し続けてんですよ、民全部がね。でずっと神として君臨していて、それと関係しているファラオだからみんな言うことを聞くっていう、要するにエジプトの民を支配していたのはギリシャ人だったんですよね。でもギリシャ人は崇拝されてたわけですよね。だからそこが面白いですよ、多民族なのに神格化してってるっていう、それぞれの地域でね。やっぱそのカリスマ性の凄さが、そのもう要するに圧倒的な結果によるものっていうのがやっぱすごいなっていう。それって他の時代とか他の地域国では見られないことですよね。見られないですね、あのアレキサンダーだけですよね。ただ、うん、カエサルもナポレオンも、うん、あの本とか読めばすぐ分かることなんですけど、うん、まあ、本当にどうやったら自分がアレキサンダーに近づけるかっていうのが人生の目標みたいになってて、もうカエサルも30歳になった時に一人で嘆いてる有名なシーンがあるんですけど、俺はもう30になったっていうので、うん、まだ何もやってないみたいな、うん、どうすりゃいいんだみたいになってるっていう、もうアレキサンダーとのその神っぷりがもうすごすぎて誰も近づけないっていうね、そういう存在ではあるんですよね。だからアレキサンダーも本当別格、うんうん、今現在の倫理観でいうとやったことは一見悪なように見えるんだけど、うん、実はそうではなくて、やっぱ統一しないとこううまくいかないことが多々あるんですよね。アリストテレスがあの最も悪だと思ってたことっていうのが、今国家って分かれてるじゃないですか、はい、で中国とかロシアとか、うん、アメリカとかあって、実際には何をやってるのかがよくわからない、経済とかもよくわからない、結局裏でなんか仕込んでなんかやってて、やり取りがややこしくなっていく、で分裂していくみたいなことっていうのが実はアリストテレスが一番の悪だ。とりあえず貨幣を、ね、ドルとか元とかっていうふうに分けるんじゃなくて全部一つにすればいいじゃん。で一つにすることによってその両替とかもややこしいことしなくて済むし、レートもなんか変なことにならないし、金銀とかで全部全世界をその正しいレートにしていくことによってものすごいこう経済的にこう、うん、みんながハッピーになっていく。実際そうなったんですよ、うん、アリストテレスのその考えをアレキサンダーがそれを行動で実践していくっていう、本当に完璧なチームだったなと思うし、やっぱりその貨幣っていうものが実はすごいあのその後の世界を変えていった、その証拠が残ってるっていうことがまたすごい、うん、すごいことなんですよね。今やっと出ましたね、大事なキーワードが、はい、大事なキーワード、はい、聞きましたね、アレキサンダーの2件、はい、そう、このコインがまあ存在していることによって、うん、まあ、2300年前の話なんで、まあ、さっき言ってたみたいに、まあ、嘘なんじゃないかと、まあ、確かに書籍は残ってる、記録も残ってる、多言語で残ってて、うん、素晴らしくこうちゃんと書かれてる、でもひょっとしたらそれも神話かもしれないとか、別にそれは事実だったって書かれてるけど考古学的な証拠がなければ怪しいちょっと盛ったんじゃないかとか思われるんですけど、このコインが残ってるおかげでですね、うん、アレキサンダーは神話ではなくて人間として実在して実際に結果を残した神にやっぱなってるわけですよね。だからこのコインってすごいそのなんていうのかな、考古学上ものすごく重要で、その史実であるっていうふうに断定する上でもう唯一無二の証拠で、綺麗に残ってますよね。残ってますよ ね、 ね、まあ、僕もアンティークコインっていうもの
はそんなにすごい詳しかったわけじゃないし、今はそんなに詳しくはないんですけど、ただそのアンティークコインがなければ、歴史は本当だったか嘘だったかっていうものをこう証明するものはなかったっていうぐらいすごい重要な証拠的価値が高くて、そうですよね。アレキサンダーに限った話じゃないんですけど、うん、僕が古代コイン好きな理由の一つで、絵画って残ってるじゃないですか、でもそれって例えばアレキサンダーの有名なモザイク画とか、あれって何百年も経った後にできたもので、多分一番近いものってやっぱりコインなんですよね、アレキサンダーがモデルではないっていうのははっきり分かってるんですけど、でもここに書いてある女神アテナは明らかにアレキサンダーを模していると思われますし、その当時の何でしょう、人物の顔を知るにはコインが一番早いかなと思います。あと美しいですよね。美しい、単純に美しいです、あとまあ2300年前のものが手に入る、でアレキサンダーで価格がまあ高くても今300万円ぐらい、そのぐらいの価格で自分のものになって、しかもそれが投資になって家宝になって資産保全になるっていうのは、他にはちょっと考えられないかなと思いますね。すごいですよね、永遠に価値が失われないじゃないですか、そうですね、まあ金貨であるってこともあるし、その鑑定されて、なんかまあね、今そのアンティークの資産防衛とか投資とかっていうと、まあクラシックカーとか、ワインとか言われるけど、どっちも正直100年経ったら、ワインは飲めたもんじゃないし、あ、そうなんですか。いや多分古ければ美味しいとかじゃないですか。じゃないんですよ。やっぱりその美味しい時期っていうのは決まってて、古くなってしまうと飲めないわけじゃないんですけど、その古いっていう味しかしなくなっちゃうんですよ。だからその特徴、個性みたいなものは消されてって、ただ古い液体みたいで、最終的にはまあ飲めない。でももちろんそれが例えば1000年前のワインが液体として残ってたっていうこと自体が価値があるので、それはそれなんですけど、変化していく、その価値の種類もステータスも全部変化していってしまう。そうですね。クラシックカーもそうだと思うんですけど、結局動くうちはいいですけど、動かなくなったらただなんだろう、塊、鉄の塊みたいになっていっちゃうし、存在してたっていうことの、その証明にはなるかもしれないけど、まあ、どんどん錆びていっちゃうし、メンテナンスが大変ですね。メンテナンスが大変ですよね。なんですごいこうランニングでどんどんコストがかかっていくっていう、でそれを諦めてしまえばゴミになっちゃうっていうのに比べると、確かにコンパクトだしすごいいいっすよね。僕もなんかこの小ささで、その歴史的価値のある、決してその、まあ、人類にとっては人類の宝ですもんね、これ。そうですね。もうなんかその、個人が本当に所有していいのかっていうぐらいのレベルの、でもアレキサンダーはこれをみんなに広めていって、統一していく、通貨を統一していくっていう夢のためのもので、その別にアレキサンダー本人ではないから、アレキサンダーが発行しろって言って発行したものっていう。発行元は一応スラブに書いてあるのはマケドニア王国なんですけど、まあ当時の王国マケドニアってやっぱりギリシャからインドまで領土があって、で生きてる時に作られたのか、死んだ後に作られたのかっていうのと、あとはどこで作られたのか、そのマケドニアなのかインドなのかエジプトなのかって、もう顔も形も全然違うし、そこがやっぱり見ていてワクワクしますよね。スターテル金貨でいうと、鑑定されてる枚数イコール現存枚数でいいと思いますが、今日8月2日の時点で1823枚。やっぱり古代コインを買おうって思うと、まず買うのがこのコインなんですよね。なんでとにかくこれはコイン持ってる人も持ってない人も、特に一番最初に買う方に僕お勧めしたいですね、今1820枚です、僕の感覚で言うと、めちゃくちゃ少ないです。で当時のその全世界だったわけだから、まあ流通してたものが、まあすごい昔だから1820しか残ってない。まあ金貨ってその中でもやっぱ特に当時も希少性あったんですかね。そうですね。多分ね。だからそんなには流通してなかったと思うんですけど、でもそれでも1820枚インザワールドですから。なんだろう。例えばそのロマネコンティですら毎年5000本は生産されてるわけですよね。
でそれでも1本200万300万すごいワインでするわけですよ。でそれを手にできるのが世界で5000人しかいない、うん、毎年5000人しかいないから、まあ、その価値はすごいんだけど、これを手にできるの世界で1800人、はい、まあ、1人がこうやっていっぱいコレクションしてたら現在手にしてる人500人ぐらいしかいないかもしれないって考えると、はい、少ないですね。僕にとっては非常に、その考え方面白いですね。非常にレア、はい、あの希少性は非常に高い。だってこのアレキサンダーのこのコインの価値を世界中の今70億人80億人いる人たちがみんな知ってたとしたら絶対みんな欲しいって言いますよ、うん、でも1800枚しかなかったら何年に1人しか買えないんですかって話なの、億万長者の数だけで絞っても全然足りない。ビリオネア50億以上持ってる人たちだけがみんな欲しいって手を挙げても1人1枚行き渡らない、うん、行かないですねって考えると、うん、300万でいいので僕は正直感覚的にはしますね、はい、だってワインで300万するんだったらこっちの方がすごくないみたいなっていう部分も、まあ、もちろんワインもすごいんだけど、はい、歴史の長さとか芸術的価値とかその本物であるっていうことの、うん、証っていうのは、うん、まあ、非常になんかロマンもあるし素晴らしいなと思うんで1820枚多くないです。少ないですね。少ないです、はい、僕の中ではね、もちろんその限定コインではなかったと思うんです。当時限定してたわけじゃなくてもう擦れるだけ吸ってみたいな感じでやってたと思うんで、もっと出てくる可能性もゼロじゃないと思うんですけど、うん、もちろんこの裸、要はこういう未鑑定の状態のコインっていうものの方が多いので、うん、数字が全てではないんですけど、うんうん、ただそれでも少ないですね。少ないですよね、はい、僕はどうしてもその希少性のあるコインと比べてっていう感じが前提に入っちゃうので、職業上ですね。そうですね、はい、まあその希少性のあるものはもう何千万とかっていう金額でね、うん、どんどん高くなっていっちゃうんですけど、まあ、でも、まあ、僕は結構人気が あるんじゃないかなと思うんですね。アンティークコインの中でも人気はずば抜けて高いですね。高いですよね、はい、なんかそういう意味ではもっと上がってもおかしくない、うんかなと個人的には思うんで、今のうちみたいな気分にはなりますけどね。このアレキサンダーと、ウナライオンは、はい、全然下がらないですね。ね、一時ガッと上がっちゃって、うん、大丈夫かなって思ったんですけど、うん、まだまだ伸びてますね。今は状態が悪ければ100万以下でもご案内できますけど、うん、ちゃんとこうスラブに入って MS とか AU っていうグレードになると、うん、まあ300万円からという感じですね。パターン確実に、はい、伸びてますよね。それでも皆さんにお伝えしているのは買い時は今です、うん、はい、待ってても安くなること、はい、だろうな。売れちゃうとそれで終わりなので、うん、はい、6枚もあるなんてすごいですね、はい、なんかこうやって見比べられるっていうのも貴重な、はい、博物館とか行ってもそんなにたくさん並んでない。そうですね、で博物館にあるものよりも状態いいので、こう正直、はい、それがまたすごいよね。そうですね、うん、いやちょっとこれはなんか欲しくなりますね。面白いですね、はいはい、今全部オンラインショップにも出てますし、うん、ご来店いただいて現物見て、うん、選ぶこともできますので、うん、はい、ぜひ皆様ご来店をお待ちしております。はい、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、次回また何かの機会でコインの語りましょう。語りましょう、はい、結構楽しいですね。面白いですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ご視聴します。